はい、どうも、いがちです。今私は旭川市の買い物公園になりますフードテラスの前にいます。今回はこのフードテラスにある街中交流館という場所を紹介します。実はこのフードテラスの2階にとっても魅力的なショップがあるんです。旭川に長くいらっしゃる方も結構知らない方が多いので、穴場としてぜひおすすめしたいです。アサッピーのね、いろんな商品ですとか、あとラーメンとかいろんなもの売ってるんですよね。本当に魅力的なお店なので、ぜひこの街中にある街中交流館、足を運んでみてください。それでは中を紹介していきます。ちなみにもう事前に撮影許可は取りましたので、はい、それではどうぞ。こちらは旭川の買い物公園にあるフードテラスという建物です。街中交流館はこのフードテラスの2階にあります。それでは中に入ってみます。フードテラスの入り口を入って、そしたらもうすぐ正面に階段があるので、こちらを登っていきます。まあ、一応エレベーターもあるんですが、まあ、2階なので階段登ってみます。なんか木製のおしゃれな階段です。そして階段を登ったらこちらに行って、ほら、街中交流館ショップって書いてあるここです。アサッピーもいる、こちらにあります。それではこの街中交流館には一体何があるのか紹介します。それでは街中交流館のショップに入っていきます。おっと、いきなりアサッピーグッズですかね。ノートとかファイルとかいろんなものありますね。お土産とかにちょうどいいかもしれません。で、中に入っていきます。これは何だろう、ハスカップジュースとか、あ、美味しそう。ジュースとかドレッシングとかもあったな。今これなんだ、なんかちょっとしたプレゼントに良さそうですね。こちらは、あ、ラーメンですね。トマトラーメン、しじみラーメン、食べたことないラーメンもありますが、青葉とか下の段も水野、うわー、旭川を代表するめちゃめちゃ美味しいラーメン屋さんのラーメンがたくさんありますね。あ、そばもある。こういうのも売ってるんですね。これはいいですね。はい、でこちらなんですが、ここでは亀甲日本という旭川の醤油の会社なんですが、こちらの醤油がいろんな種類出てますね。あ、これは買っておきたい。でこの下はすごい、旭川以外の北海道の幸ですかね。美味しそうなの多いですね。おっと、こっちはお菓子、あ、よく北海道のお土産で見るようなお菓子がありますね。そして、あ、ここにあったんだ、山わさびドレッシング。これ僕ね買いました。
めちゃめちゃ美味しかったですよこれ。あとこのね、鮭節昆布醤油、お店の人に聞いたらこれが一番今人気があるっていうようなことを聞きました。おや、これはジャムですね。これもいろんな種類ありますね。大きい瓶も小さい瓶もあるし、これ息子に1個お土産買ってこうかな。これはアザラシで、こっちはカバの親子のパズルかな。これはかわいい、いろんな動物が、旭山動物関連のかわいい雑貨がたくさんありますね。これはもう欲しくなっちゃいますね。あー、これはアサッピーのぬいぐるみだ。ユッキリンもあります。やっぱり旭川市民ならこれは持っとくべきかな。こっちのテープカッターですか、これ使えそう、欲しいな。レターケースもある。いや、かわいいな。あ、これ時計じゃないですか、すごいおしゃれ。いや、本当になんか、あ、ティッシュボックス、これもかわいいですね。いや、いい商品目白押し、本当魅力的ですねここ。おっと、これは出た、アサヒ豆。これ旭川を代表するお菓子になります。お土産にもぴったりです。僕これ大好きなんですよ、美味しいですよ。街中交流館ショップ、いろんなものが売ってますね。そして配送もできます、宅急便で配送もできます。お支払いは現金の他にもこういったカードを使ったお支払いもできます。はい、街中交流館いかがでしたか。すごいたくさんのね、種類のいろんなものが売ってましたよね。実はまだね、全部紹介できてません。まだね、他にもねあるんですよ。なのでぜひ足を運んでいろいろね見てみてください。それでは今回はこの旭川の街中にある街中交流館を紹介しました。どうもありがとうございました。